日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、というわけで本日はこちら、地元のパン屋さんで美味しそうなパンをいろいろ買ってきたので食べていきたいと思います。クロワッサンとかアンパンとか比較的シンプルなのが多いですね。もうその中でひときわ異彩を放っているのはこちらクロワッサンなんですけど、なんとカレーとソーセージが入っているということなんです。ということは甘くない食事系のクロワッサンってことですね。まあそれは気になるんですが、まずは通常のクロワッサンから食べて、後からどういう風に違っているのかを食べ比べてみたいと思います。あとクリームパンとかアンパン、ちょっと特徴的なものとしてアンパイっていうのもありますね。安全っていう意味ではないですよ。ではまずクロワッサンから、これ割ったら下にボロボロ落ちちゃうので、もうそのままいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。地元の商品というのも優しさと特徴があって、コンビニやメーカーさんのパンとは違う良さがあるでしょう。はい、ありますね。さっくりしてたりしっとりした甘さ、まろやかな味わい、コクのあるクリーム、いろいろ楽しめて美味しいです。中でもあれと思っていた組み合わせが結構意外に合っていたりして、それが本当にすごいですね。もっといろんなパン食べてみたくなりました。でも今はとりあえずかな。意外な組み合わせがいい方向に行くこともあるというのを改めて知らされてよかったです。それでは詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べたクロワッサンはサクッパリッという心地よい音の後にバターの芳香な香りが口の中にじゅわーっと広がってきて、いわゆる大手のメーカーさんやコンビニのパンとは違う手間暇のかけたバターの香りが感じられるクロワッサンでした。で、ソーセージカレークロワッサンはですね、先ほどのカレーパン、カレークロワッサンじゃなくて通常のクロワッサンなので若干バターの香りは控えめだったのですが、その分カレーの刺激とソーセージの食感をしっかり楽しむことができました。その次、こしあんパンはまったりとした滑らかな口当たりのこしあんがパンの中にギュッと詰まっていましたね。その次に食べたのはメロンパン、こちらもクロワッサンと同様にバターの香りがすごく口の中でうわっと広がってきて美味しかったです。その次に食べたのはアンパイですね。本当に安全という意味ではないんですよ。サクパリッというクロワッサンと同様の心地よいですが、ケシの実が入っているいやトッピングされているので少し香ばしさも感じられました。香ばしさのあるクロワッサンよりももっと香ばしさとあんこがお好きなのであればぜひ食べてほしいです、その次は、そうだクリームパンだ、カスタードクリームパン、シンプルなんですけどカスタードにコクがとまったりとしたプリンのようなもったり感があって、いやまったりなのにもったりでなんだよって突っ込まれそうです。こちらもメーカーさんやコンビニのものとは違うアスクのある深みの味ある味わいのカスタードクリームになりました。で最後に食べた粒あんパン、これもあっさりとした甘さでシンプルに美味しかったです。地元のパン屋さんで買うとコンビニやメーカーさんとはまた違った美味しさが感じられていいですね。で今回食べた中では自分の中を選ぶとすると、アンパイがやっぱりサクッとした音と香ばしさ、ケシの実の食感が非常に合っていて美味しかったので今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。